監督に、チームメイトに、すべての人に、ここのみんなに見せつけてやる！負けない。やってやるか。的確にパスを送る役目はこの俺だ。それ。あらら。わしが止める。勝負だ。セオリーも伝統も金繰り捨て、ただこの試合に勝つ。いけー、それ、感動収束陣ファイヤー、受けて立つ。止める。昔はあの時のあの崖での特訓のように。ここだ。なんだと。ここは勝負だ。よし来い。よし、パスから流れをつかむぞ。俺は絶対に負けない。渡すものか。一人残らず抜き去ってやる。行くぜ。わしが止める。よし来い。よし来い。ここは自分で行く。行くよ、ボール君。サッカーフィールドも友達だ。きっちり仕事をさせてもらうぜ。お見通しだよ。勝負だ。俺が相手だ。よし来い。あ、ただ突っ込んでくるだけじゃボールは取れねえぜよ。よっしゃ。よし、甘いな。よし、簡単には攻めさせない。
私が相手だ。集中しろ、ここで試合を決めるぞ。行くぞ頼む。何、わしが必ず守る。俺は絶対に負けない。ルーシー、そいつ、よっ、よし来い。遠慮なく行くぞ。行くよボール君、サッカーフィールドも友達だ。わしが止めるのに。よし来い、俺は絶対に負けません。よし来い、行くぜ。負けるか、少しは楽しめそうだな。よし、イタリア仕込みのカテナチオディフェンスを見せてやるぜ。行く。サッカーはダンディーじゃなければな。自分で行く。負けるか、よし来い。舐めるな。行くよボール君、サッカーフィールドも友達だ。甘いな。セオリーも伝統も金繰り捨て、ただこの試合に勝つ。行くぜ。行け。それ俺は必ず勝つ。感動収束陣ファイヤー。受けて立つ。俺は止める。昔のあの時のあの崖での特訓のように。三つ目は、あの大きな岩の後ろに。取ったぞ三つ目だ。それあよ、それいぜい。よし、ただゴールを目指す。くそ、反応収束技法。何、よし来い。俺は止める。昔のあの時のあの崖での特訓のように。1つ2つ
つ目はあの大きな岩の後ろに。勝ったぞ三つ目だ。それあよっ、ほらそれ、ここは勝負だ。よし来い、よし来い、俺がここをフォローする。俺がマークにつく。ここは勝負だ。集中しろ、ここで試合を決めるぞ。させるか。隙がないならこっちが動いてその隙を作るまでだ。あ、よし、勝負だ。わしが止める。ファイヤー、よし来い。俺は止める、止める。昔のあの時のあの崖での特訓のように。一つ、二つ、三つ目はあの大きな岩の後ろに。取ったぞ三つ目だ。行くぜ。よっ、よし来い、よし来い、僕が止めてみせる。俺が行くぜ。そう来ると思ったぜ。ただゴールを目指す。反動収束技法。何？受けて立つ。そんなシュート片腕だけで十分だ。何？やったは負けない。行くぜ。ガンガン行くぜ。マークにつく。よし来い、負けないぜ。行くぞ。
よく見ておけ。これが俺の最強のシュートだ。行くぜ。心配すんな。何の問題もねえよ。わしが必ず守る。おお。よし。俺が行くぜ。負けるか。よっしゃ、行くぞ。よし。パスから流れをつかむぞ。集中しろ。ここで試合を決めるぞ。僕が行く。俺がマークにつく。行け。でやあら。僕が行く。俺は絶対に負けません。僕は必ず勝つ。どうだ。僕が行く。よし来い。俺がマークにつく。何？で、何？いや、いや、俺は負けない。行くぜ！わしが止める。行くぞ。よし。きっちり仕事をさせてもらう。お見通しだよ。ありがとう。